私の頭上に。私が中学2年の時の話、ちなみに実はです。休み時間、いつも使ってる方のトイレとは違うトイレに行った。確か、いつも使ってる方が清掃中かなんかで、入れなかったからだったと思う。で、そのトイレに行き、なぜか一番奥しか紙がなかったので仕方なく一番奥に入った。その時から、なんか嫌な感じはしていた。 そして、私がその一番奥のところから出ようとした瞬間。そこに誰かいるの小さい女の子の声だった。しかもそのトイレには私以外いないはずだった。入る時に誰もいなかったし、それは間違いない。後から誰かが入ってきた可能性も絶対ありえない。そして、最も恐ろしいのは、その声は私の頭上あたりから聞こえてきたということだった。 そんなところに人がいるはずない。ましてや小さい女の子の声が聞こえるなんてありえない。私はそのまま一目散に逃げた。もちろん、頭上を見る勇気なんてあるはずもなく。でも、気配を感じた。明らかに何かがいたのだ。私の頭上に。あの時、上を見なくて本当に良かったと思う。このことを友達に話しても、信じてはもらえなかった。 でも、私は確かに聞いた。あの声を。雷雨。三年くらい前の夏、ツーリングで、岐阜の山の中走ってた時の話。それまで晴れてたんだけど、急にポツポツ降り出してきて、たまたま休憩所というか、駐車場みたいな場所があったから、休憩がてらに寄った。そこは、駐車場とトイレと、休憩所みたいな木製の屋根と、テーブルとベンチがある場所だった。 トイレで用を足していたら、雨がすごくなってきて、雷も鳴り出して、いつ雨が止むかわからないし、レインコートを着て、様子を見ようと思った。着替えるのに、テーブルの上に荷物を置いて、ごそごそレインコート取り出して、ふと見ると、ベンチに老夫婦が座ってた。今までいなかったのに、いつ来たんだと思いながらも、雷雨がいつ止むのかの方が、俺には重要だった。着替えて5分くらい空を見てたんだけど、老夫婦はその間無言。 居心地が悪いし、俺の方から挨拶がてら、急に降り出しましたねえと声をかけた。老夫婦は、俺の言葉に顔を見合わせてから、じいさんの方が、ずっと降ってるよ、と答えた。今降り始めたばかりなのに、何言ってんだろと思ったけど、顔を合わせないように空を見ながら、バイクだし、早く止んでくれないと帰れないんですよ。と返した。すると、じいさんは、2秒くらい間を空けて、 そうだね、かわいそうに、帰れないね。とか言った。そこで、あれと思って、老夫婦の方を見たらいない。あたりを見回してもいない。あ、これ、やばいやつかも。と思って立ち去ろうとしたら、遠くで怒鳴り声が聞こえたきました。そこでプツッと意識がなくなったんだけど、はっと目が覚めたら、30代くらいのお兄さんが、俺の肩を揺らして。大丈夫か大丈夫か ってやってた。聞いたら、そのお兄さんがトイレから出てきたら、俺が柵を乗り越えて、崖の下にだいぶしそうになってたところを慌てて止めてくれたらしい。時間からして気を失ってたのは2分くらい。あれだけ降ってた雨も止んでた。というか、お兄さんが言うには雨なんか降ってないらしい。でも俺は、レインコートを着てて、道路とかは確かに雨の痕跡はないんだけど、レインコートだけはびっしょり濡れてたんだよね。 誰かいるの私が小学生の時、子供会で、盆踊りの祭り林の練習をしておりました。練習は夜7時頃に近所の神社で行われていたのですが、神社から細い坂道を下ったところにはお寺とお墓があり、その日は、坂道に一つだけあった伝統が壊れていて、ついたり消えたりしていました。友達の一人が、 肝試しに行こうと言い出して、私はみんなが一緒ならと、いやいやながらもついて行ったのです。坂道の伝統の近くまで来たとき、ふっと伝統が消え、暗くなった伝統の下に、目の錯覚かなと思えるような、白っぽい影がぼんやりと見えたのです。私は恐る恐る。誰かいるのと声をかけました。 次の瞬間。キャー。という叫び声とともに、私を残して、みんな一斉に駆け出しました。取り残されてはまずいと、私も慌ててみんなの後を追い、神社まで走ったところで、みんなに聞いたのです。ねえ、なんで逃げたの聞こえなかった。いるよ。って返事があったの。 落石。山はコリゴリだ。随分昔の話になるが、ある山に登った。実名出すといろいろ記録が残ってるんでよろしくないため、すべて伏せさせてもらう。下山途中、雨に降られ、適当な雨具を持たなかった俺は、山腹の土手がえぐられているような場所を見つけ、そこで雨をやり過ごそうと腰を下ろした。多少降り込んでは来るが、 一時の雨宿りには十分な場所だった。予想に反し、雨は降り続き、霧さえ出てきた。こんなとこで野宿かよ。もうすっかり日も落ちて、辺りは暗くなり始めていた。目の前の景色は山肌と木の実気色悪い。カロリーメイとかじりながらシートに寝転がってラジオを聞いていると、誰かが前を通りかかった。時間は22時を回ったところ。 道ぐちゃぐちゃで危ないですよ。声をかけてみた。軽く会釈をしてこっちに入ってきた風貌は、歳の頃なら20歳ぐらいか。でもなぜ若い女が夜の山をふらふら歩いてるんだいか、会話。懐中電灯とかないんですか今降りるのは危ないですよ。明るくなるまで待った方がいいですよ。一応うなずく。 ハイヒールにスカートとかだったらなんだか変だとも思っただろうが、一応俺なんかより重装備の登山ルックなんで、それ以上の不信は持たないことにした。何を話すでもなく、下を見続けている彼女に聞いてみた。一人で首を横に振る。他の人は上で落石がありました。おやっと喋った。怪我人でたんですか その一言を最後にまた沈黙が続いた。朝になっていた。彼女は知らないうちに出発したらしい。チェッ。いろんな意味を込めて。下山途中、レスキューだか警察だかとすれ違った。ヘリも飛んでた。ふもとの食堂が開いてたんで、飯でも食おうと入った。客同士の会話は、昨夜彼女の言っていた落石の話題で持ちきり。全員ダメだってよ。 外から入ってきた客が言った。テレビのニュースがタイミングよくこの話題を流していた。大学のパーティー、全員死亡とか、公開されたパーティーの顔写真の中に、昨夜の彼女の顔があった。俺はそれ以来、山には、行けない。褒めてあげて。私の父は、小学校の先生なんだけど、 仕事済んで、帰りに、各教室の電気消しに行ったら、一人の男の子が残って勉強してて、遅いから早く帰りなさい。と声かけたところ、わからないところがあるから教えてほしいと言われて、教えてあげていたらしい。んで、次の日また、教室の電気消しに行ったら、またその子がいて、毎放課後、勉強を教えてあげていたと。それが、一週間ほど続いた。そして父が、 その子のクラスの担任に、A 君って放課後いつもすごく熱心に勉強してるんで褒めてあげてください。と言ったら担任の先生が、え、A 君は10年前に事故で死にましたよ。と言ったらしい。そして父がいつものように放課後その子の元へ行って勉強を教えてあげている途中、言った。A、お前は死んだんだよ。 そしたら、A 君は、そのまま席を立って、壁に入っていった。